皆さんこんにちは静岡県健康福祉部の後藤です本日は、えー、今日の9月の24日の新規感染者数が32人ということで、えー、今日で1週間連続ですね2桁100人以上じゃない2桁の感染者が先週の土曜日から続いています大変人数が減ってきたところですそ,そして 人口10万人あたりの1週間の新規感染者数が9.8人ということで2ヶ月ちょうど2ヶ月前の7月24日以来ですね10を下回りました大変少なくなってきましたこれも皆様方の感染対策のおかげと本当に感謝申し上げますしかしながら県内は30日まで緊急事態措置が継続していますので 明日からの土曜日、日曜日もですね感染対策に十分ご配慮いただきまして換気を十分にしていただくマスクをしっかり装着してお話しいただくといった基本的な注意をしっかりお守りいただいてですね家族で楽しくお過ごしください。